ベレー座に戻ってきました、荒川恵理子です。今日初日の練習ということで、はい、久しぶりにこの場所に戻ってきた感想っていうのはどうでしょう。率直に、なんか懐かしいなという印象です。当時と結構変わってる部分とか、はい、あるいはそのままになってる部分とかいろいろあると思うんですけど。そうですね、物質というかロッカーというかは変わらずで、前私がベレーザに行った時の場所を確保させてもらったりして、あとは選手も本当に私が最後ベレーザの年だった年に中1だった子らがベレーザの中心となって活躍してたりするので、それも自分も年取ってるんだなって感じました。今の話もあったように、はい、ベレーザすごく今、高校生とか大学生とか若い選手、はい、割合がすごく多くなっていて、その中で荒川選手の役割としては、チームをまとめていくとか、そういうところになると思うんですけれども、それに関してはそうですね、一番年上ではあるんですけど、チームをまとめるというそういう意識っていうのは別に特にはしないですけど、本当にすごい年の差もあると思うので、いろいろみんなともコミュニケーションはすごい取っていきたいなとは思ってます。今シーズンの目標というか抱負というのを最後にお願いします。そうですね、やっぱりベレーザというチームは、やっぱり日本一を取らなきゃいけないチームだというふうに、本当に私の先輩たちから 先輩とかが築き上げてきたなんか伝統みたいな、そういう伝統あるチームだと思うので、本当に日本一取らなきゃいけないチームだと思うので、自分も本当にその子に力を全部出して、チームの力になりたいと思います。